使えるようになったり、改善できるようになったり、いろいろあるけど、このパート、ほんと長くない？多分、2分割か3分割くらいにしてると思うんだけど、にしても長い。何？姉妹が。やばい。あ、違うわ。違うわ、これ。夢の中かなんかあったな。それより出ていこうと思ったけど、なんかさっきからすごい燃える。前回パートというか、ね、前回のチャプターから。なんだ？あ、違うわ。実際の現場か。みんなはどこ？ウォルターはこの階。ジミーとチュースで、ゾーイは上だ。逃げて、みんなを呼んでくる。ダメだ、俺も行く。ダメ、私一人で行く。おお、急だね。でも、マジかよ。さっさと逃げて。待って、ちょっと嫌な予感がするんだけど。誰か。何してんの。あ、そこ、あっち。エイデン、ドアをお願い。了解。開ける。よし、オッケー。逃げろ。ジュースで高も上の階だ。分かってるから。ビルが燃えちまう前にみんなを助け出さないと。そう、早く逃げる。ここは俺の出番だ。そうか、先に助けなきゃいけなかったのか。で、ドアがあっちだったから開けられなかったから、急いで。なんで急にこんな燃えてんの。誰かがやったの。あ、まだ取り巻きのお化けたちか。いまだについてきてるんだよ。分かってる。行ってる。今行く。ちょっと待って。出られないの。え？ちょっと待って。助けたいけど、どこにいるの？みんなどこ？おお、そこに穴が開くのか。マジか。ってことはこっちから行くしかないよね。開けて、もう一回、もう一回、試合へ、頼むぞ。試合へキック。誰か。急ぎ、どっちだ。こっちか。ジミー。助けに来た。ジミー、飛んで。あ、穴開いてんのか。いける。集中して、呼吸を整えて。あ、まっすぐ、できるよ。できるんだ。飛んで。行くぞ。はい、3。1。動かないなら動かすまでだよ。そうだね。どうやって。あ、そういうことか。乗っ取ればいいんだ。はい。え、ちょっと、ジュワン。まだか。早くしろ。ちょっと、こい。早く。え、なんで行かないの。あ、そういうことか。逆だったか。しまった。よし、行け。乗っ取って。飛べ。オッケー。なんだ。逃げて。はい。早く。次。赤ん坊。分かってる。分かってるから。隣だ。もう我先に言って逃げてっていいから。はいはい。赤ん坊。ああ、もうちょっと。どうやって行こう。外から出るしかないよね。どっちだ。こっちか。ちょっと一番最後にちょっと残したくなかった子たちが残ってるよね。なんか連打か。やっぱりそうだ。危ない。登って。大丈夫。エイデン割って。よし、キック。オッケー、入ってきた。いけるか。ジョーディー、ほら逃げるぞ。落ちないよね、これ。これでバンってならないよね。まさか落ちるっていう結末にはならないでしょ。急げ、開けて。そこから行けない。あ、でもどうやって行く。あ、こっちから回り込んでいくしかないよ。あ、でもなんか嫌な予感がするな。え、どうしたらいい、これ。あ、こういうことか。なんかあの最後、この子を任せたわって言ってチューズでいなくなるとか、そういううちならないでしょ。それだけやめてほしいよ。エイデン、なんとかならない。私のこと信じて、いい？分かった。よし。エイデン、早くして。分かってる。そう。このオーラさえあれば、ジョディは無敵だからね。うん。よし、オッケー。マジで。
そう、母ちゃん。違う、そっちじゃなかった。考えて考えるの。エイデン、なんかできることない？あった、壁をぶち壊す。よし、オッケー。間抜けて、早く早く、先に先に先に。オーラはあれか、タイムリミットがあるのか。急げ、階段降りて、もう、早くして、急いで、急いで、急いで、ゆっくりしてる暇ないよ。走って走って走って。大丈夫大丈夫大丈夫、ジョディは大丈夫。早く行って。うん、そう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 。待てるの。で、待ってる暇ないよ。その階段も壊れるかもしれないよ。で、ジョディはどうする？後ろ振り返って、こっから飛び出るわ、来るわけでもない。じゃあこっち。もうここ燃え移ってるから、もう一個登るしかないね。で、最後飛び降りるしかないんだ。行こう。まだ上までは燃え広がってるね。思いっきり燃え広がってんな。どうしようかな。ただここまで来たはいいけど、でも飛び降りるしかないもんね。おお。でも飛び越える。ほっ。よっよっよっよ。ほっ。こんな時になんかまた来てんのか。痛い。上か下かが分かりにくいんだよな、このゲーム。すごいな。あぶれ。よし。あそこか。あそこ抜けていく。でもさすがに高すぎるな。どうしようかな。オーラでダメージなしってできない。あ、ここで飛び降りる。了解。よし。いけ。オーラ、間に合え。これ間に合ってんのか、オーラ。おお。パルクールもせずに行けるんだ。ジョディ、膝大丈夫？ああ、よかった。足首は？無事か。どうやったんだか知らねえが、まったくたまげたぜ。これがエイデンの力です。ゾイはここよ。ゾイ大丈夫？大丈夫。よかった。どうして火事なんか起きたんだ。あ、もこいつらかよ。最高のショーだろ。ライター一つでゴキブリどもが湧いて出てくる。ハッピーエンドは嫌いなんだよ。マジで最悪。またなって言っとろうが。こいつらマジでどうする。おい、よせ、彼女は関係ない。落ち着けよ、ゴキブリが。ヒーローがいいざまだぜ。うわ、やめろ、やめろ。ピクピクしてるってことはもう本当に終わったんじゃないか、背骨が。ああ、もちろんバッチリだ。よし、くつろがるぞ。中途半端やね。ちょっと待ってよ、そんな落ち、ここ、ちょっと待って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 。息をしてないぞ。は？これ、ここで物語終わりとかないよな。いや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 。なんてことだ。早く酸素をくれ。頭いい。じゃダメだ。そら死なないよ。エイデンの力でなんとかならない。これ死なないでくれ、ジョディ。死ぬんじゃないよ。ちょっとまさかすぎる結末やったんやけど、これでまさかと思うけど、これでエンディングにならないよね。何が起こってます？今にいたのか。気分はどうだい、ジョディ？元気？走馬灯やな。それじゃあこれをかぶるんだよ。かぶります。王冠みたいに。ああ、かわいい。とにかくダメだ。わかった。わかった。何がダメかわかんないけど、わかった。2001年のシャトーになる。お前はいい年だって言っていい。はい。気をつけろ、ジョディ。誰だっけ？戻ってくれ。わかった。超常現象部門。ちょっと待って、今何が一体起こってるのかわかんない。ちょっと無事に生き返るよね。チャンスを与えたい。温めてやる。それにおむつや哺乳瓶や。ジョーダシの下のご見た目なんかで増すもんか。お前は奇跡だ。わあ、素敵な言葉。ぶっ通しで1時間も録画したの初めて。よう、こんだけゲーム続けられるな。ああ、眩しい。戻ってくるよね。
そうだよね。これもそのゲームの演出の一部だよね。戻っておいで。どうなった？え？え？って、え？死んだの？いやいやいや、生きてます。死んだ人間はその死んだのすらも考えられないから。ちょっと待ってよ。またホラーじゃん。絶対、井戸が映ると思うよ。え？何これ？あ、近づける。OK。近づかないと。近づきたくない。鏡に映ったなんか女性とかがバーンって出てくるかも。あ、これあれか、ジョディが生まれる瞬間もしかして。ジョディ生まれた瞬間だ。へそのもうカットしてる。早っ。私の赤ちゃん、顔見せて、一度だけ。でも私の赤ちゃんよ。あれ？返して。どういうこと？気が変わったの。赤ちゃんを返して。早く眠らせろ。お願い。子供を外に出して。見せて。お願い。あの子に会わせて。全く展開に追いつけない。あの子に合わせて。はあ。え？あれは誰？お母さんじゃない。なんでこれを見せるの？それとも将来の自分？まさか。え？私の母親。だよね。お母さんだよね、今のね。何かの実験体として生まされたの？なんかそんなバイオハザード的展開とかなんて？わー、2029年のロサンゼルスやな、これ。ターミネーターやん。ドクロの形した機械たちが銃持って歩いてるよ。え？エイデン？エイデン？エイデンを辿っていく。エイデンってマジで誰なんだろう？ご先祖さん。ダメ、いや、戻りたくない。どこに戻りたくない？いつにいたいの、エイデン。そうだよね、エイデン。いや、ここでエイデンと別れるっていうことは、随分とさっぱりした髪の毛になって、まあでもそうか、頭切ってるもんね。今完全に傷があったよね。あ、それでか。プロローグでこの傷は何があったのみたいな、なんかそんな会話とかしてなかったっけ。いるよ、エイデン。どうして？なして？戻りたくなかったよ。どういうこと？戻りたくないってどこに？現実世界に？もうこのまま行きたかったってこと？いや、そうはさせません。降りる？これ、あ、いや、抜いちゃダメな気がするよ。これ、異常を感知しないのかな？立てるんだ。止まったよ。え？そりゃフラフラするわな。これがあれか、プロローグで頭うんぬんにつながるあれか。なんか開けたら何もない。何もなかったね。え？お花なんか見れたね。おっ！仕事見つける。え？部屋も借りたんだ。ああ、スタンだ。俺は元気にやってる。めっちゃスタンいい感じになってるやん。おしゃれなシャツ着て。ああ。早く。なるほどね。じゃああれからどのくらいの時間が経ったのかわからないくらいになってるね。なるほどな。9時、消灯の時間がもう迫っているってところだね。ところでここどこ？何年かが眠ってたっていうオチなのかな、これ。世界が変わってる。いやいや、見ないんかい、外。ど？何これ？ ZOO。 奴らビルに放火したその夜に捕まった。ああ、バカだ。服についてたガソリンでバレた。なるほどね。そのまま服に燃え移ったらいいのに。バカども。あ、同じ気持ちです。捕まって、しかも殺人未遂でしょ？まあ、下手すりゃ殺人罪になってたわけだから。お、これも。みんなだよ。お、立ち直った。これでジミー、ドラッグから立ち直ったかな。すごいなんかまともな高青年、まあ高青年とか、まあ中年っぽいけど戻った気がするね。あとなんかできることあるかな。あ、大きくなってる。
すげえ可愛い。めちゃくちゃいい感じになってるけど。ゾーイが生まれてもう3ヶ月。3ヶ月になったんだ。いつもあなたの話をするの。命の恩人だって教えてる。あ、名前も前の名前に戻したの。何？イライザよ。池田かな？それはエライザか。あと、ウォルターがいないね。こっちは、これ部屋出ていくよね。ウォルターはなんかしてくれなかったのかな？眩しいね。鏡を見ましょう。自分の顔見て。頭、ああ、痛い、痛い。すごい皮膚の雰囲気とかリアルがあるね。頭にやっぱ違和感あるよね。どうなってるって。エイデンはいるよね。他にできることは、まあ、今はこの状態でシャワーを浴びれんわな。じゃあ、とりあえずちょっとエイデンで何かできるか見てみましょう。と思ったけど、特に何かできることもないね。外に出ていけるわけでもなく。窓の、じゃあ部屋の外は、おぉ、なんかいろいろある。わー、なんか警察官が来て、あらー、勝手に戻った。脳震盪に頭蓋骨骨折、数ヶ月昏睡状態ですよ。はい、面会はどうでしょう。我々は CIA だ。彼女は指名手配犯だ。もし必要であれば令状も取る。マジか。来てんのか。昏睡状態なのにあっても仕方なく。案内します。どうする？どうする？鍵かけて。こっからどうなる？どうしたらどうしたらどうしたらいい？とりあえず戻る？まさかだけど、まさかだけど飛び降りるとか。まずは下覗くだけに。いやー、飛び降りる気満々だね。行くのか。何階だこの高さ。おお、あの選択肢で合ってた。で、どこにいる。全然自信ないけど。変だな、彼女はここにいるはずです。くそ、逃げた。窓から逃げたんだ。ありえない、ここは5階だ。窓から逃げられない。そうだよね。報告しろ。逃がすわけにはいかない。よう、うまい具合のタイミングで昏睡状態から目覚めたな。あ、飛び降りたふりして実は捕まってるとかってオチ。え、まさかここで終わらないよね。そうだね。コーションベアーズネクストトゥー。それでプロローグに繋がっていくわけだ。はいはいはい。この服どこから調達したのよ。あー、優しい警察のおじさんだ。ボッコボコにされたけど。大丈夫ですか？大丈夫です。お嬢さん。あ、よくお…すごい、さすがアメリカ。よくお嬢ちゃんって気づいてくれたね。はー、これで…すごい。あ、やっぱり、あ、ゴロツキ打ち負かすの 96% ってみんなやっぱボコボコにしたかったんだね。ゴロツキに何が起こったかを知った。ああ、そういうことか。あ、じゃあ意外とあの、知らないまま終わるんだね。スタンの質問を交わすか嘘をついたは、みんなやっぱ真実ちゃんとやってるんだね。みんなを助けなかった、みんなを助けたっていうのは、これ両方のパターンやってるけど、どういうことだ？うん。意外とみんなあれなんだね、エデン。ちょっと火事を生き延びないパターンもあるの。火事で死ぬってことか。ほー、そういうことね。で、自殺を図った。あ、わかった。自殺を図るけど、おい、何してるんだって言って、スターに止めてもらえるわけだ。うん。っていうことだね。それっぽいね。なるほどね。で、ゴロツキ何か起こったか知った。ということで、まあ、みんな逮捕されて、で、あの、服についたガソリンで燃えちゃったというところですね。はい。ということでね、ものすごい長い、今ね、1時間10分くらい実況してるんですが、まあ、区切りのいいところで、まあ、20分ずつくらいかな、のパートに区切って、やっていきたいと思いますんで、まあ、1時間見るのにね、疲れると思いますんで、そんな風に区切って、皆さんにはお見せしたいと思います。ということでね、本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。バイバイ。